1640年にイギリスで絶対王政に反発して起こった革命、ピューリタン革命。この革命で勝利した議会側の指導者はクロムウェル。1688年にイギリスで起こった革命、名誉革命。名誉革命の結果制定された法律、権利焦点。1775年にアメリカがイギリスの支配に対して起こした戦争、独立戦争。独立戦争の結果発表されたのは独立宣言。アメリカの初代大統領はワシントン。1789年にフランスで絶対王政に反発して起きた革命、フランス革命。フランス革命で民衆が襲撃したのはバスチーユ牢獄。フランス革命の結果発表されたのは人権宣言。1804年にフランスの皇帝になった人、ナポレオン。社会契約説と抵抗権を唱えたイギリス人はロック。社会契約説と人民主権を唱えたフランス人はルソー。三権分立を唱えたフランス人モンテスキュー。19世紀にイギリスが新インドと行った貿易、三角貿易。1840年にイギリスと清の間で起きた戦争、アヘン戦争。アヘン戦争後に結ばれた不平等な条約、南京条約。このことがきっかけで廃止になった1825年に江戸幕府が出した外国船の攻撃命令、異国船打ち払い令。1851年に清で起きた反乱、太平天国の乱。1857年にインドで起きたイギリスの支配に対する反乱、インド大反乱。1868年に新政府と旧幕府との間で起きた戦争、戊辰戦争。戊辰戦争の初戦で京都で起こった戦い、鳥羽伏見の戦い。戊辰戦争の最後で北海道で起こった戦い、五稜郭の戦い。1868年に出された新政府の政治方針、五箇条の御誓文。1869年に土地と人民を政府に変えさせた政策、藩籍奉還。1871年に藩を廃止して県を置いた政策、廃藩置県。薩摩長州土佐肥前が中心の政治を何という、藩閥政治。1871年に明治政府が出した江戸時代の身分制度を廃止する法令、開放令。開放令で変わった江戸時代の公家や大名の身分は家族、武士の身分は士族、町人百姓の身分は平民。1872年に出された6歳以上の男女に小学校教育を受けさせる法律、学生。1873年に出された20歳以上の男子に兵役が義務付けられた法律、徴兵令。1873年に出された
政府の収入を安定させるために税を現物から現金に変えた政策。地租改正。地租改正で土地の所有者に発行されたものは。知見。経済を発展させて軍隊を強くする政策。富国強兵。生産を増やして産業を盛んにする政策。殖産工業。殖産工業で政府が見本として作った工場。官営模範工場。1872年に政府が群馬に作った工場。富岡製糸場。1901年に政府が福岡に作った工場。八幡製鉄所。江戸時代、欧米との条約で認めさせられた外国人を日本で裁けない権利。領事裁判権。これらの条約で認められなかった自由に関税をかける権利。関税自主権。1886年に沈没したイギリス船長が日本人を見殺しにした事件。ノルマントン号事件。この事件がきっかけで条約を改正するために鹿鳴館を作って行った政策。欧化政策。1894年に領事裁判権の撤廃に成功した外務大臣。陸奥宗光。1911年に関税自主権の回復に成功した外務大臣。小村寿太郎。1871年に清と結んだ条約。日清修好条規。1876年に朝鮮と結んだ条約。日朝修好条規。1875年にロシアと結んだ条約。樺太千島交換条約。1869年に改められた蝦夷地の名称。北海道。北海道に住む独自の文化を持った民族。アイヌ。北海道で開拓や警備に当たった兵士。トンデン兵。琉球が廃止され沖縄県が置かれたことを何という。琉球処分。